わ、めっちゃうまい。おはようございます。おはようございます。廿日市市にあります極楽寺山に登っていきたいと思います。今はここ宮島インターチェンジのスターバックスでちょっと軽くお茶しております。はい、優雅ですね。はい、どうぞ。あ、マサフさん、なんかこれが新作、うん、抹茶のドーナツですよね。はい、ドーナツのこの中にも抹茶のクリームが入ってる。美味しい。美味しい。あ、よかった。朝からこんなにゆっくりしたことはないんですけど、いいですね。はい、たまには。ここいいですよ。下りのサービスエリアから一回ぐるっと回って、あの反対側の上り側の宮島のサービスエリアに、ここから登っていきたいと思います。通りありますからね。トイレありますからね。はい、下にもありますし上にもありますから、はい、トイレ心配ありません。何回やっても。はい、それでは宮島サービスエリアの上りサービスエリアにぐるっと回って、駐車場に停めて側道の山道から極楽寺に登っていきたいと思います。はい、今日は男性登山部のメンバーが、はい、3人若者が来ています。まあ和子ないけど、はい、いきなり心臓破りの階段からです。ここが一番きついんです。もうこれを越えたら僕が来たんです。階段そんなにしんどくなかったね。酸素の濃度が濃い。極楽寺森林浴って気持ちいいね。気持ちいいね。あと60分。ここまで約30分で標高296メートル。いいペースです。こんなに簡単でしたかね、マサオさん。それだけ脚力がついたんですよ。みんなどう？しんどい？大丈夫です。全然行きます。ラッキョーズ。あったかい、綺麗ですね。今日は一番だ楽なルートですよ。向こう行ったらまたきついとこあります。あ、そうなんですか。地獄ルートというのがあるんですか。地獄でもないけど、まあそこよりちょっと登りがいがあるルートはありますけど、ね、もう降りられる感じですね。はい、そうです。早い。はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません。スガキとカキフライ。スガキ、みんなカキの話だって。食べたいんと。スガキじゃろ、広島人言うたらもうスガキよ。器に移さんまんまで、そのままあれも一回移したらもう味が変わるでしょう。あれをもうすごい正しいカキの食べ方です。器入れ替えただけ。もう音ちょうど風が吹き抜けて冷たくて気持ちいい。標高ただいま582メーター、あと20分。もうすぐ会えるよ大仏様に。会えるよ大仏様に。もうすぐ会えるよ大仏様に。マサオさん、子供の頃スポーツ何しよったんですか。クラブは陸上部で。あ、陸上部ね、私は剣道部でだったですよ、小中高と。ずっこけ3人組は何部？筒井はテニス部ですかね。お、テニス。ヨーダは？僕はテニス部です。じゃあヒデは？テニス部です。マジで？あんたたち
3人でテニス山登ってる場合じゃないわ。テニスしに金さんや。なんなんその変な共通点は。面白いじゃん。はよちょうだいそういうの。初めて聞いたわ。そういえば初めて聞いたわ。さあここから極楽寺のお寺になりますから。はい上に這い上がってトイレ行きましょう。お食事ですね。食事ですね。はい、参りましょう。あー、こっちからね。はい、トイレがあります。水いっぱい飲んでも大丈夫ですよ。安心してくれますね。行きましょう。はいちょっと眺め見ましょう、はい、ああ倉橋も見える最高ですね。目線も見えるじゃあ場所を変えて、はい、お食事タイムにしましょう、おっちゃったですね。今日も座っとっちゃったですね。ここへ真ん中グリーンピースつけとっちゃったですね。マサオさん、グリーンピースじゃないよ。バチ当たるけ。それ白子覚えといてね。なんやかんや言うてお腹空きましたね。お腹空いた。とりあえずご飯を食べてから一息ついて山頂行きましょう。これをやりに来たようなもんだ。そうですよ、これをやりに来たようなもんですよ。これをやりに来た。これまだこの舗装道路ずっと降りていくんですよね。もうちょっと降りていって、はい、また右にこう上がっていくような感じだったと思うんですけど、ね、池のところですね、佐野池凍っとる。うわすごい凍っとら、みんな石投げとるわ。うわすごい。わあ。まず今最後に動いてる。今日のお食事会場は蛇の池前の東屋でございます。はい、じゃあここで料理したいと思います、はい。今日のメニューは肉うどんでございます。まあ作っていくんですけど、まあ私が作るようにはないんですけどね、うちの人が作ってくれています。これね、肉をこうね、細切れ肉をこう炒めて、今日は多めに椎茸を入れています。まあ普段はそば派なんですけど、皆さんはうどん派ですか、そば派ですか。やっぱり山の上だったらあったかいもの食べとうなるだろう。はい、この炒めたのをこっち側に入れ替えまして、でこっち側に入れずにさっきので温めてうどん作っとけばよかったね。うどん玉を2つ入れていきますよ。これ美味しそうでしょう。はい、もう完成が近いですよ。肉を乗せて、卵を割って、ネギをかけて、はい完成。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うわ美味しい。うん、肉が美味しい。うん、美味しい。美味しかったですね、うどん。はい、今日のおやつはこちら、いただき物のお伊勢名物赤福でございます。たらーん、よし、
ヘラでこれでね下まで作って、どうですか、マサルさん、はい、お菓子パーティーですね、はい、はい、まあ、これもいいんですよ、はい、あー、食べっぽく白い、白いですね、ごめんなさい、はい、銀ビス、銀ビスの、銀ビスのやつですね、お菓子は美味しいですよね、はい、あれ、じゃあ私はちょっとあの小倉羊羹をちょっといきたいと思います、いただきます、うわぁ、おいしい、シープ、ああ、もう開けてけ食べなきゃいけないからね、もう開けてけ食べなきゃいけないから全部空にしてくださいよ、うん、お菓子を制する者は山を制す。お菓子を制する者は山を制す。うわ、すごい。美味しいね、やっぱり。ポイント。ちょっと雪降るよね、バラバラ、うん、雪じゃねえ。うんうん、うん、甘いの後はしょっぱい、全然食べんね、君たちは、うまい、そろそろ行きませんか、甘いなとしょっぱい、じゃあ、うん、ありがとうございました、じゃあエナジーはチャージしたので、はい、頂上に行きましょう、はい、行きましょう、まだ食べる、食べますよ、お菓子食べながら歩くのが楽しいんですよ、うん、まだ食べる、いただきます、あ、サンコ取ってる、うまい、はい、いただきます、どうぞ、どうぞ、どうぞ、はい、うん、まっ、うん、うまい、あ、うまい、あ、あ、お菓子なくなった、じゃあ展望台まで行きましょう、はい、よう食べましたね、よう食べました、極楽寺山頂、693m 登頂しましたよ、帰りましょう、はい、帰りましょうか、はい、降りましょう、終わりましたね、あ、終わりました、あ、天気も良かったし、最高でしたね、今日も良かったですね、はい、いや今日も楽しかったです、ちょっと若者たちも、若者たちも早くいらっしゃい、はい、若いか、若くないかじゃあこのメンバーでお届けしました、はい、いつもの分かっとるね、はい、いきますよ、せーの、ラッキー100万円ありがとうございました、ありがとうございました、また来週ところですか？